はい、こんにちは、サロメです。今日のですね、動画なんでございますけれども、レクチャー系のね、動画を出していこうと思うんですけれども、本日のお題ということでございまして、下山時のですね、膝痛対策ということでございましてね、下山しておりますと、この膝が痛くなっちゃうというようなね、方々ってね、本当にね、多いんじゃないのかなと、こう思うわけですね。で、この何を隠そうですね、私自身もね、以前はですね、この膝がね、やっぱり今激マニア動画なんつってね、結構ねこうやって上げておりますけれども、実はですね、膝がそんなにね、強い方じゃなくて、本当にすぐ膝がね、痛くなっちゃうような、今まではね、そういった経験もあるんですよね。あとはその他には、私足をですね、粉砕骨折しておりまして、本当に完治するまでね、3年とかねかかってしまっているような、結構大きなね足の怪我をしていたりしているもんでございまして、本当に実はですね、意外にこう登山時間なんかも結構かさんでまいりますとね、本当に骨折部位がね、ちょっと違和感が出てきちゃったりですね、やっぱり今言いました膝が痛くなってきちゃったりっていうことで、本当にそういった悩みをね抱えながら、こうしばらく登山をしていたっていう経験があるんですね。で、今そういった経験を生かしまして、いろいろですね、今試行錯誤ですね、山の登り方なんかも研究しまして、自分自身でね、もうある程度もう行き着いたところで、完全にですね今解消されましたんで、そういったところをですね、皆様方にねお伝えしていければと思いますんで、で、いつものね感じのようにですね、実際に山に行って、そしてですね、もう本当にもうやりながらね、皆様方にご説明をしているような形が一番やっぱりね、百聞は一見にしかずでございますんで、実録してね、動画収めて、参りましたんでね、ぜひですね、ご視聴していただければと思います。それではですね、よろしくお願いいたします。はい、今からですね、膝のね痛くならない方法ということで動画の方を上げていきたいと思います。実際にね、このように、やってみてですね、レクチャーしながらですねお伝えしていければと思っております。まずですね、なんでね、膝が痛くなっちゃうのかっていうと、やはりですね、このように、下山時なんですよね。で、下山をするっていうことは、やはりですね、重力が上から下にですね向かっておりますので、どうしてもこのように膝をついていくと、衝撃荷重がですね上りの時と違って、かかっちゃうわけなんですよね。で、まあ、前も動画出してるんですけれども、そういった衝撃荷重を緩和するためにはですね、まず一つのアイテムといたしまして、このようなですね、ストックでございますね。で、ストックを私はまあこんな感じでまあ握っちゃうんですけど、普通はこんな感じで握るんですが、私ちょっと手首がねあんまり強くないもんですから、こんな感じで、握っちゃいますね。こんな感じですね。で、ここで、先にこんな感じで、ついていきます。ついて、ね、先について、このつかないとこのまま膝に全部こう荷重が乗っちゃうっていうパターンになるんですけど、この、ね、ストックがあれば先にこうやってついてですね降りていけますので、まあ、こんな感じでですね行けば膝に、負担なくですね、軽減できるんですね。あとですね、もう一個意外とですね重要なところなんでございますけれども、やはり初心者の方っていうのは山に慣れてないですから、山の筋肉っていうのがですねまだ発達してない段階なんですよね。そうなってくると、まあ、これ使ってですねストックついて、まあ、やっていても、やっぱり山って長時間の下りということでね、やっぱり何時間もこうこのような動きをするじゃないですか。そうしますと、やはりですね、筋肉が耐えられない、そういった状況に陥って、まあ、疲れの方がですね先に来ちゃうわけですよ。そうすると、もう、まあ、ステッキを使ってもゆっくりね、こんな感じでいけばいいんですけれども、実際に、まあ、この流れの動きになっちゃうと、やっぱりどうしてもですねステッキを使ってもこの膝どうしても来ちゃうんですよね。そんな中でやはりですね、このようにねしっかり最後までですね、膝を筋肉で踏ん張ってあげるってことなんですよね。で、今もまあ私登山時間6時間とかそのぐらい超えて、結構まあ疲労は来てるんですけれども、こういった疲労が来てる時こそですね集中をいたしまして、
でしっかり最後までギュッとこう残してあげるってことですね。このもう疲れのままですね、この惰性でね降りていっちゃうと一発でこれ膝痛くなっちゃうんで、こういった疲れてる中でもですね集中してねゆっくり最後までですね衝撃荷重をかけずに極端なね降り方しますけど、こんな感じですね。でしっかり、降りていくってことですね。よいしょっと、ゆっくりゆっくり衝撃荷重をかけずにこのように最後まで踏ん張って降りていく。これを流れのままでこの感じで降りていっちゃうと、もうこれ衝撃荷重がガンガンこれ膝にかかってますんで、こういう降り方をなるべくしないようにするってことになりますね。それが一番ですねのあれになります。まあ、それを回避するためにはやっぱりですね、山を定期的に登っていただくか、それか筋トレですね。まあ、そういったものの回避方法になりますので、山のね、専門の筋トレはまた別に動画上げてますのでね、概要欄にね、リンクを貼り付けておきますので、まあ、それを参考にねしていただければと思うんですけれども、まあそんな感じです。まあ、しっかりね最後までストックと、もう一度言いますけれどもね、ストック使いながらしっかりこう、しかもですねこのかかとでしっかり踏みしめるようなイメージですね。かかとで踏みしめるようなイメージですね。よいしょ、よっこしょ、しっかりかかとで、かかとで踏みしめます。かかとでね。で筋肉はやはりですね、ある程度ね疲労がきつくると、これ休めば回復するんですけれども、膝の場合はねどうしてもこれ一回痛くなっちゃうともう下山してね、本当に1週間とか2週間とか休ませないと膝の痛み取れないんでね、結局まあそういったところを天秤にかけていくと下山する時間ですね、そういったものはもうどん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 こう衝撃荷重をですねかけながら、まあこんな感じで降りてっちゃえばいいんですけれども、こういう降り方しちゃうともう一発でですね膝痛くなっちゃいますんで、しっかりとですね最後まで筋肉でこういう辛い時こそね踏ん張っていただくと、まあそういったことがですねこの膝の痛くならない、私が今までですねまあ十何年登山やってますけれども、まあ自分の中で編み出したねやり方でございますね。はい、以上になります。はい、いかがだったでしょうか。今日のですね動画でございますけれども、この下山する時のねこの膝痛対策ということでございまして、今回ね本当にこういったまあ本当にシンプルなね、方法なんでございますけれども、とにかくねあの辛い時こそ動画でもねお話ししましたけれども、これ我慢なんでございますね、これ本当に筋肉の本当に痛みっていうのはねちょっと時間を置けばですね、回復しますけれども、やっぱり山でですねこう関節系ですよね、もう特に膝とかね痛くなっちゃいますと、もうこれって一回膝痛くなっちゃうとちょっと休んでもですねもう全然ね回復しませんから、そこをね根底に置いていただきまして、辛い時こそ踏ん張ってねいただくということがね、まあ、今回の一番のね、皆様方にお伝えしたいところと、あともう一点ですね、重要なところなんで補足したいと思うんですけれども、やはりね、あの初心者の皆様方につきましては、登山時のですね、ルート取りですね、これをやっぱりちょっと物足りないぐらいのルート取りをしていただくってことですね。で、やっぱりいきなりですね、こう、ある程度中級者的な山に行ってそういったルートをね、行っちゃいますと、やっぱりね、そういった自分自身の限界点みたいなものを超えてしまった時点で、今日の私がレクチャーしたことってもうどうもできなくなっちゃいますからね、ですからやっぱりねちょっと物足りないぐらいのところから、まあ、例えばですけれども本当に登山時間ねもう1時間ぐらいで完結してしまうような本当に超低山ですね、そういったところからちょっと始めていただくとか、あとはですね本当に階段上りとかね、そういったものでちょっと実践していただいてね、イメージをつかんでいただいてからのトレーニングをしていただいて、そして
低山に行っていただいてっていうような、やっぱり段階を踏んでいただいて、ある程度ねこう登山時間がやっぱり4時間5時間とかね、まあ、特にもう5時間とか超えてきますとね、やっぱり膝への負担っていうのもねかかってきますから、そうするとね今日の登り方っていうのが本当に要にね私の中ではなってまいりますのでね、まあ、そういった山選びっていうんですかね、ルート選び、そういったところもね非常に重要になってまいりますのでね、視聴者の皆様、今回の動画がね、少しでもね、皆様方のお役に立てることをね願いまして、本日のですね動画は以上になります。またですね、私にご質問とかねご相談とか何でも結構でございますので、何かねございましたらコメント欄の方にですねコメントいただけましたらね一生懸命回答していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。またですねツイッターもやってますので、よろしければフォローの方もね合わせてよろしくお願いいたします。また動画の方を上げていきたいと思います。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。